旅行いいでやんすか？ん？あ、いいよ。今日は朝からステーキ出た、ステーキ。練習がきついからこれぐらい食べないと体が持たないよな。ステーキでやんす。はぁ、なんだよそれ。朝ステーキはステーキでやんす。だから何くだらないことを2回も言ってるんだよ。え？出たよ、マヨネーズステーキ。グダ君はステーキにマヨネーズかけんのか？え？そうでやんすよ。美味しくなるのでやんす。そうなのか？美味しいでやんす。しかも混ぜるのか。ほら、ゆうきくんのステーキにもマヨネーズをかけるでやんす。これ最悪なイベントですよね。もうやっちゃったでやんす。ああ、何すんだよ。ステーキでやんす。お前な。まあ、食べてみるでやんす。食えるかよ、こんなの。好き嫌いはダメでやんす。そういうものじゃないだろ。マヨネーズ最高でやんす。おい、お前ら、遊んでないで残さずに食べろよ。ステーキでやんす。ほほほ。マジで最、うわ、言えんだよ。そういえばですね、昨日とても美味しいお菓子を見つけたのです。それでですね、ゆうきさんにも渡そうと思っていたので、取り置きをしているんですよ。だから素早さレベル3のダッシュで家から取ってきますです。素早さレベルの3がどれだけ速いかは知らないが、前から気になっていたことを聞いていいか？いいですよ、何でも聞いてください。なかね、お前の家はどこだ？家、ですか？そうだ、家だ。この間家まで行ってからここに戻ってくるまでの速さは異常だったぞ。まあ、数秒でしたからね、近いですから。近いにしても程があるだろう。ものすごく気になるんだが、教えてくれないか？気になりますか？ああ、気になる。茜のことか、気になりますか？いや、まあ、そうだな。女の子の秘密が気になりますか？ちょっと待って。茜のすべてを知ってください。家だけでいいぞ。残念です。妹なのか彼女になりたいのかよくわか。出た。出た。ダンボールハウス。いやー、茜の家はメルヘンだなー。この家には妖精が住んでいるんじゃないか？さすがにそんなこと言われたら茜でも照れます。あはははは。てなじゃこやいきなりなのでびっくりしました。これが私の家です。いやいやいや、これ家じゃない。ダンボール、ダンボールだから。若干大丈夫博士入ってんだよ。名付けて茜ハウス11号です。ちなみに1から10号までは雨にも風にも負けて見るも無残な姿になってしまいました。家の名前や歴史は聞いてない。本気か？何に対して本気と聞いているのかはわかりませんが、これは茜ハウス11号です。本気のようだ。でもよく見るとこれすごくないか？ちゃんと塗装されてるし、すごいっすよね。これダンボールハウスですよ。窓まであるぞ。茜が作りました。こう見えても家庭科、技術、美術の成績は常にトップなんですよ。絶対奥さんにしたら最高タイプやん。たまに外国の方が写真を撮っているのはなぜなんでしょう？これはすでに芸術の域まで達しているからな。写真を撮るの撮るの字が違ってるね。日本の新しい文化と勘違いしているんじゃないのか？私ごときが日本文化なんて重すぎます。いや、慣れるよ。こんなところに住んでいることの方が重いわ。風呂はどうしているんだ？水泳部のシャワーを勝手に使わさせていただいています。トイレは？公園にはトイレがついていますので。洗濯は？貯めてコインでランドリーです。金はバイトで稼いでいると。お金は大切ですよ。サバイバルすぎるだろう。街中サバイバル生活。人間の適応能力は計り知れません。普通の人間にそこまでのサバイバルスキルはない。というか、茜、何ですか？